立ち鉄次立ち鉄次は、日本の内務官僚、政治家、参議院議員、府県知事、旧姓、木津、富山県高岡市出身、木津太郎平の次男として生まれ、後に、館、萩校の入府となり改正。富山県立高岡中学校、第一高等学校を経て、1914年7月、東京帝国大学法科大学政治学科を卒業。 同年11月、内務省に入り、寄付権属として内務部学務平時課に配属された。1917年10月、文官高等試験に合格した。1918年4月、寄付権警部となる。以後、同県警視、刑務課長兼工場課長、同県内務部産業課長、神奈川県外事課長、茨城県知事官房文書課長兼内務部社会課長、 内閣書記官内閣官房記録課長、同総務課長などを歴任。1931年12月に、第27代鳥取県知事に任命。以降、第32代石川県知事、神社局長、第31代東京府知事を経て、1938年に内務次官となる。翌年9月に内務次官を辞任主体官その後、 軍人援護会理事長、同胞援護会副会長権理事長を務めた。戦後、1947年4月に、公選初代の富山県知事に選出されるが、同年11月に、公職追放を受けて、富山県知事を辞任。追放会場を経て、1951年11月の、第2回参議院議員通常選挙補欠選挙に出馬。当選して、3期務める。 この間、参議院地方行政委員会理事、参議院予算委員長、参議院地方行政委員長、参議院予算委員長、参議院決算委員会委員を務める。1962年5月に、根樹法省を受賞し、木廃一組台付けを排除。1965年11月には、銀廃一組を排除し、1968年に死去した際に、 十三サ君一等随法賞を受賞した。ありがとうございます。